転生魔女は滅びを告げる、星に。主人公はコミュ障の引きこもりの人族の JK。この JK がガメをベラした後に異世界転生待機部屋でチート特典の魔法をもらうが、特典上と担当が適当だったために、爆裂魔法と腐食魔法のみしか渡されなかった。その後異世界で JC デビューに失敗した主人公が偶然の転生先の母女と引きこもり生活をしていたが、18年くらい経った間にどうやら母女はガメをベラして森で引きこもりの生活をしていると思われる描写がクソ雑なやつを見せられて、そこにご都合的に世話焼き魔満足性の年下の俺様イケメソの王子が現れ、主人公のチート能力を見出されて少女漫画を始めるという少女漫画風なロー系作品。この漫画は主人公のメスの内面のうじうじを表現する部分がメス文学作品であり、作画も少女漫画風の作画で内容も少女漫画です。この漫画のベネな部分はチート特典をもらっても、それを活かす才能である。行動力のある性格でないと宝の持ち腐れになって俺杖なんて想像できるわけないという部分の書き方がお上手であり、ナロー系ばかり読んでいると、面白いナロー系の主人公たちは行動力に富んでいるので、現実世界でも成功する才能を有しているヒエラルキートップの人物だと認識できます。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よ。